キッコーフェアマナシスタート。ここからはキックオフ山梨です。まずは明治安田生命 J2 リーグ、ヴァンフォーレ甲府は昨日ホームで最下位の大宮アルディージャと対戦しました。今シーズン最多5得点で快勝、サポーターも大いに盛り上がったこの試合、早速振り返りましょう。3連勝のかかる大宮との一番は開始早々からゲームが動きます。前半8分、今シーズン初先発のジェトゥリオが正確なクロスを上げると、豊かの折り返しに武富の14試合ぶりのゴールで先制します。ジェトゥリオも含めてチーム全体でいい崩しだったと思いますし、豊か選手のパスも本当にクオリティの高い素晴らしいボールだったと思うので、本当に満足せずに、ね、得点だったりアシストだったりというのはやっていきたいなと思います。1点リードで試合を折り返したヴァンフォーレは後半2分、豊のシュートはキーパーに阻まれますが、クリアボールを須貝が拾いミドルシュート。キャプテン須貝の今シーズン初ゴールで追加点を挙げます。まあ、枠を外してしまっているシーンというのが今年は多くて、とにかく冷静に枠内に打とうということを意識して打ったら、なんかいい感じにいって、まあ、後半の立ち上がりに決めることができたので、まあ、それが一番良かったかなと思ってます。しかし後半14分、元ヴァンフォーレの泉沢に得意なドリブルで抜かれると、クロスを合わされ3試合ぶりの失点を喫します。それでもヴァンフォーレは後半28分、相手のバックパスに連動したプレスをかけると、豊がボールダッシュ、そのままドリブルで駆け上がり、シュートを放つとポストの跳ね返りを自ら押し込み3点目。さらにわずか4分後には再び豊がボールを奪い冷静にシュート、エースの2発で試合を決定づけます。終了間際には三平が鮮やかなターンからダメ押しゴールを決め、今シーズン最多の5ゴール対象。イレブンに声援を送り続けたサポーターに勝ち点3をプレゼントしました。皆さんの熱い応援に負けないようにこれからも頑張りたいと思います。最高の週末、最高の勝利ですね。いや、スタジアムの雰囲気も本当に最高でしたよね。はい、そしてどのゴールも素晴らしかった。さまざまなパターンが見えました。振り返っていきましょう。まず先制のシーン、武富選手のゴールはジェトゥリオ選手、宇高選手との巧みな連携から生まれたゴールとなりました。完璧な崩しでした。さらに3点目の宇高選手のゴールはこれまで狙いとしてきたプレスから奪ってのゴールとなっています。素晴らしかったです。そして須貝選手の鮮やかなミドルシュート、やはり崩しきれない中でゴールをこじ開ける大きな武器になりますから、今後のゴールラッシュにも期待が高まりますよね。守る相手としたらもう読めなくなりましたからね。そうですね、はい、季節もゴールラッシュ期待しています。では他会場の結果見ていきましょう。こちらです。首位町田は徳島に1対2で敗れ今季3敗目。長崎と磐田の上位対決は2対1で長崎が勝利。次節対戦する大分は秋田と引き分けています。続いて順位表です。ヴァンフォーレは10勝2分け6敗、勝ち点を32とし順位を3位に上げています。では次の対戦です。来月4日日曜日、アウェーで大分トリニータと対戦します。そして昨日の大宮戦、歓喜の裏で J リーグの代表がスタジアムを訪れていました。キックオフ山梨をご覧の皆さん、J リーグチェアマンの野々村義和です。スタジアムに駆けつけたのは野々村義和チェアマン。野々村氏はチェアマン就任時から全国行脚を行っていて、ジットリサイクルインクスタジアムへの訪問は去年に続き2回目です。スタジアム一周した時はあんなことやったことがなくて、ただただ恥ずかしくて緊張してたので雰囲気を楽しむ余裕はなかったです。
今日、たくさん点が入ったっていうのもありますけど、ゲームの熱量的なものはすごく良かったなと感じましたし、サッカーってクラブだけで絶対強くならないと思ってるんですね。これに関わる、サッカーに関わるっていう人が一人でも増えていただけると、クラブは強くなるのかなというふうに思ってます。気にしていただけたら嬉しいです。日本を引っ張ってくれるような選手も今までもたくさん出てきてますし、これからもどれだけ多くの人を楽しませてくれるような選手が出てくるか、今までと同様に頑張っていただけるといいなと。山梨の中心としてどれだけ地域を変えていけるかみたいなことが大事なのかなと思ってます。そして今シーズンアジアチャンピオンズリーグに初挑戦するヴァンフォーレ甲府へ熱いエールを送りました。日本代表して戦ってもらいたいって、もうそれだけです。カテゴリーは違えど、昨シーズンそのチャンピオンになった結果でもありますし、考え方によっては日本の底力みたいなところを示す戦いに今なっていくんじゃないかなと思いますので、期待しかないですね。バンフォーレはいい結果を ACL でも出して、リーグ戦でもいい結果を出して、上のステージにもう一回上がっていくみたいなところを見せてくれることが、多くの地域クラブにはいい刺激にはなるとは思います。本当に大変だと思いますが、やれる力は十分にあるんじゃないかなというふうには思います。地方クラブの役割、とりわけ甲府に大きな期待をしてくれている様子ですよね。そうですね、地域クラブの代表として ACL では大暴れしてきてほしいです。さあ、続いて甲府市出身の川崎颯太選手が日本の A 代表に初選出されました。県出身選手としては中田英寿さん以来です。25日木曜、サッカー日本代表サムライブルーのメンバーが発表され、甲府市出身の川崎颯太選手21歳が初選出されました。ヴァンフォーレ甲府下部組織出身の川崎選手は、京都サンガ FC でプロのキャリアをスタートし、ハードワークを武器とするミッドフィルダー。これまで世代別の日本代表にも選出されてきました。県出身選手が日本代表に選ばれるのは中田英寿さん以来およそ17年ぶりです。日本を背負ってワールドカップとか出たいなとかずっと思いながらサッカーしていたので、サムライブルーの一員として今回帯同できるのは本当に嬉しいなと思ってます。本当に山梨は15年間育ててもらった場所ですし、山梨にヴァンフォーレ甲府っていうクラブがあったからこそ僕はサッカーを始めましたし、サッカー選手を目指すきっかけになったので、本当に甲府には感謝してるかなと思います。少しでも恩返しできたかなっていう気持ちと、やっぱこの選ばれただけじゃまだまだだと思うし、本当に感謝は伝えたいと思いますし、それでもやっぱ満足しちゃいけないなと思ってます。川崎選手は来月行われる国際親善試合で代表デビューを目指します。はい、ヴァンフォーレの下部組織出身選手として初めての A 代表選出、やりましたね。そうですね、ぜひね、まさしく山梨スピリッツを胸に日本代表する選手になってもらいたいです。続いてはなでしこリーグ2部 FC 富士桜山梨の結果です。富士桜は今日ホームにディアボロッソ広島を迎え撃ちましたが、0対0で2試合連続の引き分けに。順位は1つ下がって7位です。次節は来月4日日曜、アウェーでノルディーヤ北海道と対戦します。そして関東高校サッカーが昨日開幕し、女子の山梨代表日本航空は今日準決勝にあたる2回戦に勝利し、インターハイ出場を決めました。日本航空は昨日の1回戦で栃木の宇都宮文星女子に2対0で勝利、今日の2回戦でも群馬の前橋育英に1対0で勝って3位以上が確定し、インターハイ出場を決めました。男子の山梨学院と帝京第三はいずれも昨日の1回戦で敗れています。男子のインターハイ県予選は来月3日土曜開幕です。